はい、どうも皆さんこんにちは、特殊のサスケです。今日はですね、模擬面接の極意をテーマに動画撮っていきたいと思ってます。で、模擬面接ですね、日頃から重要重要って言ってると思うんですけども、この動画今日1本見るだけでですね、明日から皆さん模擬面接を実際に実施して、しかも毎回の模擬面接で圧倒的に成長することができるようになります。で、結果内定が取れるという仕組みですね、そういった動画にしていきたいと思ってるんですけども、こちらはですね、やっぱり皆さんから結構質問があって、僕も今いろんな動画で、コロナで外出できないんで、ウェブで模擬面接やりましょうとたくさん言ってますよね。それに対して実際に模擬面接をやるときどうしたらいいんですかとか、どういうポイントを押さえてやればいいか分かんないという質問をたくさんいただきました。なんでこの動画を撮ってるってことなんですけども、そこは全部分かる動画になってるんで、ぜひですね、最後まで見ていただけたらなというふうに思ってます。で、今回ですね、結論、3つ極意があります。1つ目、まずインプットの極意ですね。2つ目、アウトプットの極意ですね。3つ目、フィードバックの極意ですね。この3つを押さえていただければ、模擬面接ですね、明日から皆さんかなり高いレベルで実施いただけるようになりますと。で、早速1つ目の極意、インプットの極意に入っていきますけども、これもインプットの極意の中でもさらに3つのポイントがあります。こちらですね。まず、ウェブ面接の基礎を抑えようということですね。2つ目が、品質質問を抑えよう。で、3つ目が、その回答案を作成しようですね。これでインプット編は完了になります。まず1つ目のウェブ面接の基礎を抑えようなんですけども、基本的にはこのインプットの極意っていうのは全部今までの復習になるんですね。特集ではいろんな動画を出してきていて、もうかなり十分ですね。もうナレッジを提供しているということがありますので、特にこのウェブ面接については、ここにオサがウェブ面接の動画をですね、解説してます。これも概要欄に貼っておくんで、そちらを見ていただければ分かるかなというふうに思いますね。ポイントなんですけども、やっぱり最近学生とヒアリングとかインタビューとかですね、ウェブでいろいろ話す機会があるんですけども、正直みんな全然このウェブ面接の基礎っていうのは抑えられてないですね。画面の、なんですかね、自分の配置の仕方とか、照明の当て方とか、あと回線の速度とかですね。で、あと画面の距離感とかですね。あと自分のなんか頭の上が切れちゃってるとかですね。いろんなこの、なかなかうまくできてないなっていう印象があるんですけども、そういったポイントを抑えられてないってことがあるので、今一度ですね、このポイントをしっかり抑えて、インプットした上で模擬面接に臨むってことが大事かなと思ってます。で、次の2つ目のこの品質質問なんですけども、結論ですね、こちらに出やすい質問を載ってました。こちらですね。大体15個から17個くらいなんていうかなと思うんですけども、これどこから引っ張ってきてるかっていうと、過去に僕が撮影した、1次面接から2次面接、最終面接っていう動画をそれぞれ出してると思うんですね。で、そこで取り上げた品質質問なんですよ。で、基本的にこれでほぼほぼ8割ぐらいですね、質問はカバーされます。もちろん聞き方とか問われ方ですね、こう変わってる可能性はあるんですけども、本質的には問われてる内容も同じだっていうことを考えると、8割ぐらいカバーされるような内容になってますと。この回の品質質問をまずしっかり復習した上で、ポイントとしてはその各動画でですね、1次面接、2次面接、最終面接でそれぞれのこの質問が意味するところですね、面接官はこの質問に対してどういうところを見てるんだろうっていう、この抽象度を上げたところですね、ここまでしっかり僕解説してると思いますね。で、このポイントを押さえた上で、インプット編の極意の3つ目ですね、回答を作成するですね。ここまでちゃんとやってほしいです。ちゃんと面接官の意図を組んだ上で、どういう回答がいいんだろうってことで回答を作成すると。で、ここまでやっていただいて、面接のこのインプット編ですね、このインプットの極意は完了になります。で、このちゃんと怠らずにですね、ちゃんとインプットをしてほしいなというふうに。はい、続きまして2つ目の極意、アウトプットの極意ですね。これめちゃめちゃ大事ですね。こちらはまずウェブの模擬面接なんですけども、どういう風にやるかっていうと、まず友人1人とタッグを組んで、お互いに学生役と面接官役双方を行ってください。例えば2人で1時間枠を確保しているとすると、30分で交代っていうイメージですね。15分で面接をして15分フィードバックで、役を変えてまた15分面接、15分フィードバックですね。これで1時間で綺麗にワンサイクルもあるんで、このスロットで回していけばいいかなと思うんですけども、これなんで面接官役をやってほしいかっていうと、そもそも相手がいないからってこともあるんですけども、これ面接官役をやることに非常に意味があるんですよ。なぜかっていうと、さっきのインプットでもちょっと触れましたけども、やっぱり基本的にやっぱり聞かれた質問に対して面接官がどういう意図でそれを聞いてきているのかとか、逆に面接官の立場でいろんな学生役の人を見た時に初めてこの客観視ができるわけですよね。面接官の意図を組むっていう意味もありますし、その学生が至らないところたくさん見えてくると思います。面接官の立場になるとこういうところがいけてないんだなとか、たくさんそういうの見えてくるんですね。これって面接官役をしっかりやってみて、真剣にですね、模擬面接やらないと分かんない部分ってたくさんあるんですよ。なのでこの面接官役やるっていうのは、下手したら学生役やるよりも大きな意味があることがあります。なのでこの1時間のサイクルの中で両方経験するっていうのは非常に大事なので、まずこれをちゃんと頭に入れてほしいなと思いますね。その中で面接官役をやる上で2つポイントがあってですね、これ質問の聞き方のとこですね。で、1つ目がまず各質問の聞き方を変えるってことですね。先ほどインプット編で僕は15個から17個ぐらいですね、この品質質問並べたと思います。これをそのまま聞くだけだと、当然学生はさっきのインプット編で答え準備してきてるんで回答できちゃうわけですね。それじゃ意味ないと。実際の面接ではやっぱり聞き方とか問われ方変わってきますね。なのでこの面接官役の人にしてほしいのは、この品質質問に対してまずこの質問がどういうことを
聞きたがってるのかっていうところをちゃんと理解するですね。本質的なこの質問を通して学生はどういうところを見てるんだよというのを意識すると。で、これを知りたい、この本質的に知りたい部分を知る目的であれば、他にどういう聞き方があるんだろうなっていう頭の回し方をしてほしいんですね。で、そうすることによって面接官が他の質問をしてきてもやっぱりここが理解できてるんで、今ここの大事な部分聞かれてるんだなと、でそれをこう聞き方変えてきてるだけだからこう答えればいいんだなっていう風に頭が回るようになります。これを面接官役をやることによってクリアにですね理解して頭が回るようになるので、非常にいいトレーニングになるんですね。で、具体的にどうやって聞き方変えればいいか、ちょっと2つぐらい例が使えておきます。例えば、あなたの短所は何ですかって質問ですね。これ一次面接でよく聞かれる質問だと思うんですけども、これって要は皆さんの、短所ですね、そこをまず理解するということと同時に、その短所を皆さんがどう克服しようとしているかというですね、そこを見ているはずだというのが一番大事なところですね。で、これを知るためにはいろんな聞き方があると思うんですけども、例えば、短所っていう聞き方じゃなくて、何々さんは苦手なことありますかとか、そういう聞き方されると思います。そうすると短所は短所で答えればよかったものが苦手なことになるんで、ことで答えなきゃいけないという聞かれ方変わってますよね。こんな感じでいろんな聞き方って変われてくるわけですよ。で、ただそれに対して答えなきゃいけないのは本質的に近い部分があって、やっぱり短所と苦手なことっていうのはリンクしてる可能性が高いですよね。なんでしっかりその短所に通じる部分っていうのも、苦手なことっていう聞かれ方をしても答えられているからですね。こういう感じで、面接官側は聞き方を変えてあげてくださいですね。で、もう一個例を挙げます。例えば挫折失敗経験を教えてくださいという質問がありましたね。で、これもよく出る質問なんですけども、これはやっぱりどれだけ辛い思いをしてきたかっていうところと、そこからどういうアプローチでどう這い上がってきたかですね、どう乗り越えたかっていう、ここを面接官は見てるのが大事なポイントになります。で、これを知るためにはいろんな聞き方あると思いますね。例えば辛かったことですね、それをどう乗り越えたかとか、そういう聞き方があるかなと。そうやっていろんな聞き方を変えてあげることで、これで今の例聞くとそんなちょっと変えられたぐらいで答えられますよ、たすけさんって思うかもしれないけども、これできない学生めちゃめちゃ多いですよ。ちょっとこの聞かれ方が変わるだけでパニックっちゃうというね、聞かれたことない質問だっていうふうに認識しちゃって、でもこれはこの模擬面接を繰り返すところでどん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 聞き方を変えていって訓練していけば、どんな聞かれ方をしてもちゃんと答えになってくるんでね、頭が回るようになってきます。そこは安心して対策していただければなというふうに思ってます。これが2つ目ですね。で、面接官役のもう一つのポイントなんですけども、これは1つの質問に対して3回以上深掘るということですね。面接の質問15個ピックアップしてますけども、実際の面接で取り上げるのは、模擬面接で15個で取り上げるのは大体5つぐらいで大丈夫です。ただしその5つに対して必ず3回ずつ深掘りしてください。これは準備をする必要なくて、相手の学生の答えを見て自分が純粋に聞きたいなとか、ここってどうなんだろうと思ってこう突っ込んであげてください。で、それを3回繰り返すことですね。実際の面接も皆さん経験されているとも分かると思うんですけども、大体ですね、3回4回深掘りが進むケースが多いので、3回ですねちゃんと深掘りの訓練をしておけば、大方の質問には答えられるようになるかと思います。なのでさっきの5つの質問ですね、大体5つやればいいと思うんですけども、それぞれに対して3回深掘ると、で学生がそれにちゃんと答えるとですね、そういった訓練を積んでいただければいいかなというふうに。それでは最後の極意ですね、フィードバックの極意に入りたいと思います。これも非常に大事なんですけども、これはどういうことかっていうと、要は面接官側から学生側に最後フィードバックをしてあげてくださいってことですね。で、結論ですね、フィードバックの項目はこんな項目がいいんじゃないかなと思います。こちらにお出ししますと、でこちらに9個ありますね。1つ目表情ですね、2つ目言葉遣い、3つ目、回答のスピード、4つ目回答の長さですね、5つ目論理性、6つ目熱意、で7つ目志望、8つ目弾力、9つ目ウェブ、最後その他って入れて、10個準備してますと。でこの各項目に対して面接官は ABC で評価をつけてください。それぞれですね、これを点数にして評価してあげてもいいんですけど、やっぱり点数にしてこう合計点が出ちゃうと、例えばあなた70点ですみたいなこうフィードバックになってしまって、ちょっといやらしいというか、学生の心理としてもですね、やっぱりお互いにこういい気持ちはしないと思うので、それぞれの ABC だけで合計点はつけないっていう形の方がいいんじゃないかなと思いますね。それぞれの狙いは皆さん多分分かってるかなと思うんですけども、一応簡単に説明しておきます。でまず表情ですよね。これは後に来るもう熱意とかにも伝わってくるんですけども、やっぱりこの表情の動きがない学生っていうのは面接官の印象に残りづらいです。なのでしっかり面接中に、例えば自分の好きな話をするときとか、昔の話をするときとか、ちゃんと表情が動いてますかとですね、ここもちゃんと ABC で評価してくださいと。2つ目ですね、言葉遣いですね。これは要は学生用語になってませんかとですね、学生の喋り方になってないかっていうことですね。これはやっぱり客観しないと、どうしてもこう緊張してる面接の場とかでは結構出ちゃうもんですね。でこれは学生との模擬面接でも癖が抜けない人っていうのは一発でわかります。なんでこれもちゃんと厳しく ABC で評価つけてあげたらいいかなというふうに思いますね。次3つ目ですね、回答のスピードですね。これは地頭の良さとか、頭の回転のスピードみたいなのを見ているんですけども、あとは面接の慣れですよね。これが例えば当然さっきの2つ目の極意で聞き方変えてますよね、質問の。そういった時にこの反応が遅れちゃうところがですね、たくさん出てくると思います。そういった学生に対してはやっぱり B とか C とか厳しめにつけてあげて、まだまだこの変化球についていけてないよとか、やっぱりまだ頭しっかり回ってないところですね、ここで改善をしてくださいっていう感じのフィードバックにしてもらえればいいんじゃないかなと思いますね。で次ですね、回答の長さです。これも非常に大事ですね。あと、あとの論理性にもちょっとつながってきますけども、やっぱりこの長く話しすぎてる学生っていうのはまだまだこの時期だといるかなというふうに思いますので、一つ自分が面接官の立場で聞きたかったことに対して、10聞きたかったのに20返ってきちゃってるとか、
か30返ってきちゃってる時はやっぱりちょっと長かったということでちゃんとフィードを起こしてあげてほしいですね。次、論理性ですね。まあこれはまあ相当大事なんですけども、どういうとこ見ればいいかというと、聞いてるポイントに対してちゃんとそのポイントが返ってきてるかということですね。ポイントがずれてないかということですね。まず面接官は質問するときに、まあ、こういう回答欲しいなってイメージを持ってから質問するようにしてください。それに対して全く見当違いの回答が返ってきたらやっぱりそれは論理性がないということですね。ここをちゃんと見てあげたりとか、あとはまあしっかり聞いたことに対して結論ファーストになってるかとかですね、まあ、こういったところを評価項目にして ABC つけてもらえればいいかなと思います。で、6つ目ですね。これは熱意なんですけども、これはやっぱりさっきの表情にもちょっとリンクしますけども、ちゃんとですね、こう身振り手振り、ボディーランゲージだったりとか声色とか表情でしっかりその学生の熱意が伝ってくる内容になっているかとですね。で、これはどれだけ Web 面接、Web 模擬面接を真剣にやるかっていうところにもつながってきますけども、まあ、そういう熱意がちゃんと画面越しにもこう伝わってるかってことですね。ここをチェックしてください。これは特にやっぱり Web の特徴なんですけども、なかなか熱意伝えづらいんでね、あの学生が思った以上に難しいものです。それをやっぱり画面越しにいる面接官役の人はちゃんとね、あのフィードバックしてあげて、まだまだ熱意足りないよっていう言葉をかけてあげたらいいんじゃないかなと思いますね。7つ目ですね、これが志望動です。まあ、この志望動機系の質問ですね。その内容でいろいろ深掘りをしたときに、例えばなんでこの業界におけるうちなんですかとか他社じゃないんですか、そういう質問に対してちゃんとロジカルに回答ができるかとか、まあ、そもそもさっきの熱意にリンクしてきてこの会社への気持ちが伝わってくるかとかですね、そういった内容を元に ABC で評価してあげてくださいと。で、8つ目が弾力ですね。これはさっきの挫折経験の質問とか聞いてくるんですけども、やっぱりどれだけ挫折をしてそこから這い上がった経験があるかとか、どれだけこう頑張れる人なのかってことですね。それをやっぱりこのエピソードトークとかで伝わってくるものがあると思うので、それを基準に判断してあげてくださいですね、 ABC。 で、ここの詰めが Web です。で、これはインプット編でも触れましたけども、やっぱりさっきの Web 面接のポイントいくつかありましたよね。こういったポイントがちゃんと満たされていることですね。ここをチェックしてあげて ABC で評価してあげてください。で、その他っていうのは最後の10項ですね。その他っていうのはここにないような項目ですね。他にもいろいろ面接をしていると気になるポイント出てくると思います。そういったポイントを、まあ、箇条書きです書いてあげてフィードバックしてあげるということですね。この合計10項になります。で、この項目でほぼほぼ網羅されてると思うんですけども、他にもやっぱりポイントできた時は臨機応変に追加していいんでね、あの皆さんの方で必ずしもこの10個にこだわる必要はないってことなんで、そこはちゃんと皆さんの、まあ、現場の判断でやっていただければいいかなというふうに思います。まとめます。模擬面接の極意なんですけど3つありましたね。インプットの極意、アウトプットの極意、フィードバックの極意ですね。インプットの極意は今までの復習になりますが、今まで復習になってきたので復習しますよって内容ですね。2つ目のアウトプットの極意ですね。これは、面接官側と学生側ですね、それぞれでやるべきことが異なってくるのでちゃんとポイントを押さえてくださいっていう内容でした。で、3つ目のこのフィードバックの極意は、この面接官側から学生に返してあげるフィードバックのことですね。10個僕の方では提示しましたけども、まあ、臨機応変に必要な項目を加えていって、ちゃんとですねしっかりフィードバックをしてお互いに成長しましょうっていうのが3つ目の極意になりますと。はい、いかがだったでしょうか。こんだけですね、やれば、まあ、ちゃんとこのウェブの模擬面接ですね、友人同士、学生同士でもしっかり成長できます。それは僕が保証するんでね。ただし今日お伝えした内容を一つもサボらずしっかりやってほしいんですよ。やっぱりインプットをかけてもダメだし、アウトプットをかけてもダメだし、フィードバックがなくてもやっぱり成長はないんですよ。なんで今日お伝えした内容っていうのはちゃんと守ると。その守った先には僕はちゃんとですね成長を保証しますんで、ちゃんとしっかり成長して内定を取っていただけたらなと思います。で、この実施の部分ですね、結構その友人同士で緊張感本当に出るんですかとか質問も多いんで、最後にちょっと補足だけしておくと、まあ、いろんな方法があると思います。まあ、そこは皆さんに本当は実際自分で頭を使ってほしいポイントがあるんですけども、まあ、例えばこう友人でですね、まず自分たちで5人グループ組むと。で、この5人グループを組んだ後に他の友人に声かけて同じように5人グループ作ってもらって、例えばこの55とかでこれをシャッフルすると。で、今週はこのグループのシャッフルマッチで、例えば1週間でこの相手の方の5人ですねと面接するっていうふうにすれば、全く知らない人と5人できますよね。で、お互いにちゃんと Zoom の ID とかで共有していて、実際にこの画面越しに初めて会うっていう人たちですね。それぐらい、まあ知らない人たち同士の方がお互いにこうシビアに評価もできるし、緊張感も出るんじゃないかなと思うので、友人同士、知り合い同士やってもいいんですけど、例えばそんな工夫があるかなというふうに思います。これで1週間回ったら、今度はまた次のグループですね、他の友人のグループに声をかけてどんどん回していくみたいな感じでやっていけば、例えば5月末まで結構緊張感を持って毎日経験が積めるんじゃないかなというふうに思いますね。まあ、こんなのも一案なんで、皆さん本当によく工夫をして、どうやったらこう緊張感を持ってやれるんだろうというのは考えてほしいなというふうに思ってます。ね、今回もちょっと長くなりましたけども、しっかりコロナを踏まえて、明日からまた頑張ってほしいなというふうに思っています。でですね、まあ、いつもの宣伝になるんですけども、最近ツイッターで結構大事な情報とかをつぶやくようにしてるんで、僕のツイッターですね、ちゃんとフォローしてください。王さんも結構いろんな情報を出してるんで、王さんと僕ですね、ツイッターフォローしてもらえればなと思います。で、チャンネル登録もお忘れなくってことですね。それでは今日は以上になります。それではまた次回お会いしましょう。See you next time. Bye bye.